アレッツォ。アレッツォは、イタリア共和国トスカーナ州にある都市で、その周辺地域を含む、人口約9万8千人の基礎自治体、コムーネ。アレッツォ県の県都である。アルノ川中流に臨み、中世の美術で著名。アレッツォ県南部のコムーネ。シエナから、東北東へ約48キロメートル。ペルージャから北西へ、約57キロメートル。 州都フィレンツェから南東へ約 61km、首都ローマから北北西へ約1 8 0トルの距離にある。隣接するコムーネは以下の通り、PG はペルージャ県所属。アレッツォの歴史は非常に古く、アレッツォの分離集落であるオルモで発掘された、いわゆるオルモの頭蓋骨は旧石器時代のものだと推測されている。 古代ローマの歴史家、ティトスリウィウスは、アレッツォが、エトルリアの首都、の一つであると著書に記している。エトルリア同盟の一部であり、ドデカポリスと呼ばれる12の主要都市の一つに、数えられている。エトルリア時代のアレッツォは、サンピエトロ農家。現在は、アレッツォ大聖堂があると、三道とウト農家。現在のメディチ家の城塞があるの付近一帯を占めており、 周辺地域との交易の中心でもあり、1万から2万の人口を要したと推測されている。当時、数多くの神殿や聖堂があり、土器や聖堂器像などが数多く発掘されている。アレッゾのキメラとして知られる像や、エウフロニオスの作と推測されるヘイラクレースと、テラモンがマゾーンと戦っている場面が描かれているクラテール、亀などが、 アレッツォ近郊から発掘されたものとして有名である。古代ローマ共和国が勢力を拡大する。紀元前4世紀後半には、アレッツォは次第にローマへ併合されていった。ローマ時代には、アレティウムの名で呼ばれた。紀元前283年頃には、ガリア人が町を包囲したアレティウムの戦い。ポエニ戦争の頃になると、大量の穀物、ブグといった。 軍事物資を供給するなど、ローマでも重要な地位を占めるとともに、経済や農業の発達を見ることができる。帝政ローマにおいても、アレッツォは、ローマの第三の都市として栄えていた。農業活動が充実し、独特の応援模様のある、アレッツォ陶器は100以上の陶器製造工場が存在し、古代世界の至るところに輸出され、町の主要な収入源となっていった。 キリスト教のローマへの神道とローマ皇帝による迫害は、アレッツォも例外なく影響を受けることになる。二百258年に殉教者した聖ロレンツォの記念碑が建てられ、中世に入ると原尊のサンロレンツォ教会が再建立されることになる。また、アレッツォの司教であり教では、アレッツォの守護聖人となっている聖ドナートは、三百362年8月7日に殉教していい。 没年には遺説がある。14世紀頃にはフィレンツェ共和国に併合される。15世紀から16世紀初頭のアレッツォはフィレンツェ支配への反乱とその鎮圧がたびたび発生した。15世紀末には人口も5000人を割り込み、急激な人口減少を招いたが、その一方で建築技術には目覚ましいものがあり、数多くの教会、宮殿、 メディチケ城塞などがこの時期に建造されている。アレッツォの支配はトスカーナ大公国へ移行し、大公レオポルド一世による改革が実施されるが、この改革は貴族社会と町の労働者の反対を呼び起こした。1796年2月1日に発生した地震が経済危機と飢饉をもたらし、民衆放棄が1799年5月6日から、 同年10月19日に引き起こされる。1801年、ルネビルの和訳で、トスカーナ大公国がフランスへ譲渡される。その後、ナポレオン一世の皇后エリザボナパルトが大公位につくことで、トスカーナ大公国は復活しアレッツォも帰属ることになる。その後、トスカーナ大公国のサルデーニャ王国への併合。 サルデーニャ王国のイタリア統一によるイタリア王国建国とアレッツォは貴族を変えてゆく。アレッツォには以下の分離集落フラツヨーネがある。アレッツォにはサッカークラブチームとして US アレッツォがある。2012から2013シーズンはセリエ D、ゴブリーグ、アマチュア最上位リーグに属している。ホームスタジアムはスタディオチッタディアレッツォ。 1923年に創設されたクラブで、1930年代から1990年代までは、AC アレッツォの名称で活動し、セリエ B に属したこともある。1993年に経営が破綻し、US アレッツォとして再出発し、2000年代半ばには、セリエ B に属したが、再び経営が破綻し、2010から2011シーズンによりセリエ D でのプレイとなっている。 例年4月下旬、ないし5月上旬に開催される自転車ロードレース、ジロ・ディ・トスカーナでは、アレッツォがゴールとなる。映画、Life is Beautiful、1997年、ロベルト・ベニーに監督、脚本、主演は、この街で撮影が行われた。ベニーには、アレッツォ近郊、カスティリオン・フィオレンティのみである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。